こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓ですツインレイに突然訪れるサイレント期間の終わる前兆としてエンジェルナンバーなどのゾロ目を数字で見ることがありますまたサイレント期間が終わって再会できてもツインレイ女性の気持ちが冷めてしまっていることもこの動画ではツインレイとのサイレント期間が終わる前兆のサインについて解説します ツイイインンレレに訪れるサイレント期間突然ツインレイ男性に距離を置かれる別れを告げられて連絡が取れないただ一無二の同じ魂から生まれたとされるツインレイにはサイレント期間と呼ばれる辛い期間があると言われています友依存の関係に陥っていた二人が離れて過ごすことでお互いに成長できる期間で精神的な成長を遂げると 再会が近づく場合もありますただし再会後に復縁となるか友情を築くかは再会してみないと分かりませんまた以前とは異なる関係になることが多いと言われていますツインレイとのサイレント期間が終わる前兆休戦ツインレイとのサイレント期間が終わる前兆としてツインレイが夢に現れる ツインレイとの再会に協力してくれる人が現れるなどがあります以下でそんなツインレイとのサイレント期間が終わる前兆について紹介します1夢に現れるツインレイ男性が夢に現れるのはツインレイの再会が近いサインです相手が今どうしているかチェックしておくと復縁できる可能性も高まりますただし別れたばかりで ツインレイが夢に現れる場合はツインレイへの執着心を表しているため再会のサインとは異なりますに協力者が現れるサイレント期間の終わりが近づくとツインレイ男性と共通の知人から彼の情報を耳にする場合がありますただしこのタイミングでツインレイ女性から連絡すると 再会ままで長引いてしまうことにツインレイと復縁したいなら協力者を通じてもしくはツインレイ男性から直接連絡が来るのを待っている必要があります共通の知人と彼について話すことがあれば相談してみましょう3仲の良い夫婦に出会うサイレント期間が終わる前兆としてツインレイカップルの先輩と呼べるような 理想のパートナーシップを築いている夫婦に出会う場合があります過去の経験から結婚に前向きになれない人が多いのは女性も男性も同じです仲の良い夫婦に出会うことで結婚に対するネガティブな考えが払拭されて自然に価値観が変わっていくでしょう4ツインレイのことが気になれなくなる 趣味や友達との交流など、日常生活に楽しみを見いだせるようになったことでツインレイ女性は心の余裕を取り戻しますツインレイ男性にも幸せになってほしいと相手の幸福を心から願えるようになるとツインレイへの執着が手放せたサインですまたツインレイへの執着心がなくなったあなたは重い恋愛観から抜け出し 以前よりも魅力が増しているでしょう。ごモテ期がやってくる。男女問わずモテるようになるのは、あなたの人間性が大きく成長したサインで、サイレント期間の終わりが訪れる前兆です。あなたの魅力がアップし、心の余裕として現れることで、恋愛運もアップしているため、モテ期が訪れます六体調を崩す。 ツインレイのサイレント期間が終わる前には強い眠気、倦怠感、頭痛、吐き気などの症状が現れる場合があります。これはあなたが成長したことによってエネルギーにズレが生じたサインです。ただし、体調不良が続く場合は早めに医療機関に相談してください。エンンジェルナンバーを目にする。 666.747などのエンジェルナンバーを目にするのもサイレント期間が終わる前兆ですゾロ目の数字を何度も目にした時はエンジェルナンバーかもしれませんあなたの見た数字とエンジェルナンバーでキーワード検索してみると天使からのメッセージが受け取れます8不思議なシンクロが起こる連絡しようと思っていると相手から連絡が来る ツイインレイと同性同名同じ生年月日を目にする機会が増えることなどがあればそれはもうすぐツインレイ男性に再会できるサインです数字を目にした場合はエンジェルナンバーの意味をチェックしてメッセージを受け取っておくといいでしょう「旧ものが壊れる」物が壊れるのはあなたが精神的に成長してエネルギーに変化があったサインです 成長してそれまでのものと波長が合わなくなることで古いものほど壊れやすくなります10ツインレイ以外からのアプローチが増えるそしてとてもモテる時期がやってきますこれは魂がしっかり浄化され人間的にも成長したことを意味していますネガティブな考えを捨て自立したことによりとても魅力的な人になっているのです 職場などでツインレイではない別の男性からのお誘いが増えたり服装などを褒められたりすることが多くなります他の男性の態度が変わるので気づきやすい予兆です本当にツインレイなのか判断する私のとっておきの方法をご紹介しますツインレイはお互いを成長させ精神的にもしっかりとつながれる唯一の存在です 大好きな人ならばなおのこと確認してみましょうとっておきの方法は相手の背中に気持ちを書くという方法です次に相手に確認する方法です相手の背中に今のあなたの気持ちを書いてみましょう本物のツインレイならしっかりと気づいてくれるでしょうそしてそれに対して返事をくれます書く文字数は「 11はツインレイに合う前兆を示すナンバーです普通の速さで書くことも重要ですここまでツインレイとのサイレント期間が終わる前兆のサインについて解説しましたツインレイのサイレント期間が終わる前兆には不思議なメッセージをキャッチしたりエネルギーの変化が起こりやすいように見えますそしてランナーである 男性から連絡が来るのを待ちましょう。これは逃げ出してしまったことを後悔しボロボロになっていた時間が終わったことを意味します自分を見つめ直しあなたと共に過ごす準備が整っているでしょう以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますねチャンネル登録もよろしくお願いいたします